過去内親王殿下、婚姻後も身分保持なら12億円。現在、海外への公式訪問など、積極的に公務に出席されている過去内親王殿下ですが、今年で30歳を迎えられます。青年の記者会見では、遅すぎずできればと話されていたこともあり、過去内親王殿下の結婚について注目が集まっています。また、学習院大学を卒業されて、本格的に公務に取り組まれている愛子内親王殿下についても、早くもお相手候補として名前が挙がっています。一方、皇族数確保の取り組みとして、現在検討されている女性皇族が婚姻後も身分を保持できる案について、この法案が可決された場合、多額の税金がかかるとの指摘もあります。今回は過去内親王殿下と愛子内親王殿下のお相手候補に関する話題と法改正に伴う懸念材料についてご紹介します。2024年、過去内親王殿下は30歳の誕生日を迎えられます。過去内親王殿下は大学を卒業された際の会見で、結婚の時期については遅すぎずできれば良いと考えております。理想の男性像については以前もお答えしていますが、一緒にいて落ち着ける方が良いと考えております。相手がいるかについては、このような事柄に関する質問は今後も含めお答えするつもりはございませんと話されていました。このような毅然とした対応は各メディアで取り上げられ、かえってメディアの詮索を煽る形となりました。当時、過去内親王殿下の周囲では、いわゆる小室騒動における報道の過熱によって、眞子さんの結婚関連行事が延期されるなど、秋篠宮家への不信感が高まっていた時期でもありました。そのため、過去内親王殿下も、結婚に関する話題について、かなり慎重に扱っておられたのかもしれません。さて、2021年から、皇族数の確保を目的として示されてきた、女性皇族が、婚姻後も皇族の身分を保持できる案と、旧宮家の男系男子が養子として皇族に復帰する案の2つの案が今年に入って本格的に議論されてきました。この法案は6月23日に会期末を迎えるまでに国会でまとめられ、皇室典範の改正まで進むと見られていましたが、結局各党の論点が定まらず、合意は見送りとなってしまったのです。これについて、新党学者で皇室研究者の高森明憲氏は、現状与野党間で合意に至らなかったのは、結婚後も皇室に残った女性皇族の夫と子供を皇族にするかという点です。家庭内で皇族と一般の国民が混在する異常さについて、国民に理解が広がり、政治の場でも家族は同じ皇族との結論で一致することが問題の解決のためには不可欠です。未婚の女性皇族にとって人生に大きく直結する問題であり、速やかに解決しなければなりませんが、今国会で合意に至らず、また先延ばしとなってしまいました。結婚を意識する年齢層にある方々にとっては、残酷な時間が過ぎることになってしまうのです。と、法改正の見送りについて苦言を呈しています。平成以降、皇籍を離脱した女性皇族の結婚年齢は、黒田清子さんが36歳、千家典子さんが26歳、守谷絢子さんが28歳、小室眞子さんが30歳でした。今年30歳を迎えられる過去内親王殿下は、法改正の見通しが立たないことは大変なストレスとなっていることでしょう。一方、姉の眞子さんが30歳で結婚されたということもあり、過去内親王殿下の結婚について近々発表があるのではないかとメディアで噂されているようです。過去内親王殿下のお相手候補として報道されているのは、旧華族の御曹司だといいます。2024年4月に過去内親王殿下が東京霞が関の高層ビルで行われた霞会館に、上皇ご夫妻と秋篠宮ご夫妻と共に訪問されました。この霞会館は旧華族の親睦団体であり、その日は鎌倉時代から続く華麗なる一族島津家の会合が開かれていました。過去内親王殿下が旧華族との交流の場に足を運ばれたのは今回が初めてのことで、お相手と親交を深める場として設けられたのではないかとの報道もあります。実際に交際の事実やこの会合の目的は
明確に示されたものではないため、この報道は周囲の期待も相まって過熱したものである可能性が高いと見られています。佳子内親王殿下は、姉である眞子さんとは非常に仲が良いようで、眞子さんのように自由な恋愛をして結婚したいと思われているかもしれません。一方、いわゆる小室騒動による世間からの批判やバッシングによって苦しむ眞子さんの姿を一番近くで見てこられたのは佳子内親王殿下でしょう。また、現状の秋篠宮家の国民感情を考えると、自由な恋愛をして結婚という形は難しいのかもしれません。法改正は先送りとなったものの、結婚後の女性皇族の身分保持や旧皇族の男系男子を養子に迎える案は非常に残されており、今後の進展も十分に考えられます。将来的に改正が行われた場合、佳子内親王殿下と結婚される配偶者は、準皇族とも言える立場で、公務に出席することも求められるかもしれません。前室の高森氏は、女性皇族のお相手に関して、まず、配偶者が皇族になるのかならないのかでは、お相手が国民の理解を得られる人物なのかという判断基準も加わります。さらに言えば、自分が皇族になるとなれば、女性皇族と結婚することを躊躇する方もいるでしょう。こうした状況が続く限り、佳子内親王殿下がご結婚に踏み切れないとお考えになってしまうのは無理もないことだと思います。と指摘し、積極的に公務に出向かれている佳子内親王殿下の心中を案じています。一方、秋篠宮家関係者の中には、佳子内親王殿下は皇室を離脱することを望んでおり、皇族の数を確保するための皇室典範改正の動きに対して焦りを感じているようです。そのため、法改正が実現する前に結婚をしたいと考えておられるように思います。と、見解を示す関係者もいます。しかし、これはあくまで周囲の見解であり、佳子内親王殿下ご本人から直接発言があったわけではないため、心中は不明です。しかし、佳子内親王殿下が複雑な状況に置かれていることは想像に難くないでしょう。また、お相手の有力候補とされている男性は、この霞会館には出席していなかったとも言われています。この男性は、自身の名前が佳子内親王殿下のお相手として記事に取り上げられることについて、自分のことのようですが、ちょっとよくわかりません、と明確な回答を避けており、交際の否定とも取れる発言をしています。小室圭さんがそうであったように、皇族の結婚相手には、国民から厳しい目が向けられており、時には批判の的となることもあります。そのため、お相手候補の方も結婚や関連する発言について、大変慎重に言葉を選んでいるようです。さて、今年2024年に23歳を迎えられる愛子内親王殿下のお相手についても注目されています。愛子内親王殿下のご結婚相手について考えると、同じ天皇皇后両陛下の長女である、黒田清子さんのことを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。現在の上皇ご夫妻の長女である黒田清子さんは2005年に東京都職員の黒田義樹さんと結婚されました。黒田義樹さんは秋篠宮殿下と学習院初等科からの語学友であり、清子さんが幼い頃から一緒に遊んでいたといいます。いわゆる幼馴染であり、黒田義樹さんは皇室という特殊な立場に対して深い理解があったそうです。結婚により皇室を離れるとはいえ、結婚後も広く注目される立場にある女性皇族にとって、配偶者の深い理解は非常に重要なものでしょう。愛子内親王殿下も黒田清子さんと同様に皇室に理解のある男性を選ばれる可能性が高いのではと言われています。あくまで噂の域を過ぎませんが、愛子内親王殿下のお相手として最も有力視されているのは造船会社の御曹司で、愛子内親王殿下の幼馴染である B さんと言われています。 B さんは学習院幼稚園から愛子内親王殿下と同級生であったそうです。初等科の頃、 B さんはメガネをかけた優しい雰囲気の男子児童で、ドラえもんののび太くんに似ていると言われていたようです。学習院初等科の頃、愛子内親王殿下は乱暴な男子児童に大声で驚かされるなどの苦痛を経験されていました。そのため愛子内親王殿下は学校生活に困難を抱えておられ、
陶工に付き添われる皇后陛下の横で、硬い表情を浮かべるお姿が印象に残っている人も多いのではないでしょうか。そんな状況の中、愛子内親王殿下にとって、B さんの存在は非常に大きかったと言われています。ある年の夏、那須でご静養されている時、愛子内親王殿下は、天皇皇后両陛下と共に、茶臼岳へ登山に出かけられました。その時、B さんと B さんの家族も同行していたといいます。当時の皇室担当記者は、B さんは愛子内親王殿下のすぐ後ろについて、愛子内親王殿下が避けると、すぐに支えてくれていました。一緒に下山する際には、登山口から駐車場に向かう道で、愛子内親王殿下が B さんの手をしっかりと握っておられました。と、お二人の様子を明らかにしています。愛子内親王殿下を常に大切に思っていた B さんは、天皇皇后両陛下にとっても、特別な存在であったようです。茶臼岳から下山した後、B さんは天皇ご一家と同じ車で移動したといいます。たとえ私的な移動であっても、皇族方と同じ車に乗車できるのは、身辺警護を行う側衛官だけと言われています。B さんがその車に同乗していたことからも、天皇皇后両陛下が B さんに対して特別な信頼を寄せておられることが伺えます。その後も愛子内親王殿下と B さんは家族ぐるみで親交を深められているといい、那須でのご静養の際には二人並んで楽しそうに遊んでおられたといいます。学習院では中学校からは男女で校舎が分かれるため、愛子内親王殿下と B さんは離れた場所で学びを深められましたが、関係者の中ではお二人が現在も連絡を取り合っていることが知られているようです。2019年、愛子内親王殿下が高校3年生の夏も他の友人と一緒に那須で B さんと過ごされたといいます。その時の B さんは名門私立大学の系列高校に通う身長180センチメートルを超える爽やかな高青年に成長しており、愛子内親王殿下と目が合うと微笑み合うなど現在も交流が続いているようです。愛子内親王殿下のお相手候補が幼馴染であることについて、象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の川西秀也さんは、皇室への理解があるという点は大きなメリットですと語っています。皇室の運営は国民の税金で行われている以上、何かと皇室利用と批判されることがあります。その意味でも愛子内親王殿下や皇室という特殊な立場を深く理解している幼馴染という関係は、お相手として有力視されるのも不思議なことではありません。愛子内親王殿下は、ご自身の結婚観について、一緒にいてお互いが笑顔になれるような関係が理想的ではないかと考えております。両親から具体的なアドバイスをいただいたことは特にございませんが、両親のようにお互いを思いやれる関係性は素敵だなと感じます。心を動かされる出会いというと大げさに聞こえるかもしれませんが、私にとってはこれまでの出会いすべてが心を豊かにしてくれたかけがえのない宝物であり、深く感謝しておりますと文書でお言葉を寄せられています。愛子内親王殿下の結婚観に加えて、その誠実さやひたむきなお姿が随所に感じられるお言葉ですね。結婚は大変大きな決断であり、まして皇族方の結婚となれば国民が注目する大きなイベントです。愛子内親王殿下がどのような選択をされるかは、お相手の意思とともに最も尊重されるべきことです。私たち国民は根拠のない噂に踊らされることなく、周囲からの期待やプレッシャーにさらされることのない決断を支援したいですね。さて、前述の通り、会期中の法改正は実現しなかったものの、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できるという案は可決の可能性が十分に残っています。この法案の可決により最も懸念されている点として指摘されているのが皇族費の大幅な増大です。現在の皇室典範においては、女性皇族が結婚されると皇室を離脱することとなり、結婚一時金として年間の皇族費のおよそ10倍が支払われます。例えば、過去内親王殿下が法改正以前に結婚された場合は、皇室を離脱することになります。過去内親王殿下の皇族費は年間1525万円ですので、
結婚一時金として約1億5000万円程度が支払われる計算になります。現在の制度ではこの一時金のみの支払いとなりますが、佳子内親王殿下が法改正後に結婚された場合以降も皇族としての身分を保持されることとなります。ここで問題になると指摘されているのが、女性皇族と結婚した配偶者やこの身分における扱いです。皇室に入ると居住や食事などの費用は公費で賄われます。例えば秋篠宮妃殿下の場合、秋篠宮殿下には当時年間3050万円の皇族費が支給されていました。そのため秋篠宮妃殿下の皇族費はその半額の1525万円が年間で支払われていました。もし佳子内親王殿下が結婚され皇族として独立した生活を営まれる場合、年間1550万円の皇族費の支給に加えて配偶者にはその半額の775万円が支給されると考えられます。そのため佳子内親王殿下と配偶者には年間約2300万円の皇族費が支払われることになります。日本人の平均寿命は80歳前後ですから、50年間で11億5000万円の税金が必要になるということです。この金額にプラスして独立した生活を営む際の一時金として支払われる3050万円を合わせると総額で約12億円に上る計算になるのです。さらに法改正により田宮家の未婚の女性皇族全員が皇族の身分を保持され、その配偶者も皇族とした場合、大幅な税金の増大は容易に想像できるのではないでしょうか。また相手の男性を皇族としない場合でも問題が発生する可能性があると指摘する有識者もいます。皇室制度に詳しい静岡福祉大学名誉教授の小田部雄二氏は、たとえ女性皇族の配偶者を皇族としなくても住まいの問題や税金に関する問題が出てきます。配偶者が皇族でなければ現在の皇居や御所に住むことは難しくなるため、新たな住まいを用意しなければならず、高額な公費の支出が必要になるのです。また住居に皇族でない配偶者や子供が同居する場合、住民税などの問題も発生します。したがって法案が通過する前に相手の方を皇族とするかしないかの議論に加え、経済的基盤をどうするのかという詳細事項も国民に示す必要がありますと指摘しています。このように現在の案が法改正によって可決された場合、皇族費の配分に加えて配偶者やこの身分における扱いが新たな課題となることは明らかなのです。こうした背景から皇族数の増加の議論の前に、公務の再検討や再整理、経費削減の問題を先に解決すべきではないかという意見もあります。世界最古の皇室を存続させるためには国民が納める税金の使い方を含め、透明性のある誠実な説明が急務となっているようです。皇族数が減少しているという現状に対して、単に皇族の数を増やすだけでは莫大な税金が必要になるだけでなく、それゆえに国民生活の逼迫を招く可能性が十分にあるのです。日本皇室の古き伝統は日本人の誇りであることは言うまでもありません。しかし現代の価値観や世論に耳を傾け、より柔軟で現実的な政策が求められているようです。さてこのエピソードについて海外から様々な声が届いていますので、その一部をご紹介します。皇族の結婚相手が注目されるのは当然だけど、最終的には当人たちが決めることだから、こぞって報道する必要性は感じないな。良くも悪くも日本の皇室は注目されすぎて、眞子さんは PTSD に苦しんだんだよね。日本国民にはもう少し冷静に穏やかに見守ってあげてほしい。法改正で皇族数を増やしたら、その分使われる税金は増えますよね。ヨーロッパ諸国が王室をスリム化している一方で、日本は真逆の方針をとっている。伝統も大切ですが、国民の声を取り入れた柔軟な転換も必要だと思います。愛子内親王殿下は謙虚で美しい女性に成長されましたね。現在の法律では皇室に残れないということがとても残念です。小室夫妻の護衛費の話は聞いたことがあるけど、眞子さんは日本の皇族として生まれた以上、多かれ少なかれ国民の税金で生活していく権利はあるのではないかと思います。
それがロイヤルファミリーを持ち続ける大変さだと思うことも必要だと思います。眞子さんが皇室を離脱した時にお金を受け取らないという決断はとても立派だと思ったよ。謙虚なカップルに見えたから、なんでこんなに批判されるのかわからないよ。以上、海外からの声を一部ご紹介しました。小室眞子さんに言及するコメントとともに、皇族とはいえ結婚に関しては個人の自由が尊重されるべきだとする声も多く聞かれました。また法改正による税金の増大に言及する声や、ヨーロッパ諸国のスリム化と比較したコメントも多く見られました。女性皇族の結婚は私たち国民にとって大きな喜びであり、祝福するべきことです。今後法改正にあたっては、私たち国民が皇室に対する理解を一層深め、現実的な議論が行われるよう声を上げる必要があるでしょう。アマテラスをお御神の歓迎を受けた愛子さま。皆さんは伊勢神宮に参拝した愛子さまが世界中で話題になっていることをご存知でしょうか。3月26日、愛子さまはお一人で伊勢神宮を参拝されました。その愛子さまのお姿や、愛子さまが参拝された瞬間に起こった出来事に、世界中が驚愕し、敬愛を抱いたのです。今回は愛子さまの素敵なお姿と、愛子さまが参拝された瞬間に起こった出来事について、ご紹介します。3月26日、8時30分頃、愛子さまはお住まいの御所をご出発し、東京駅から新幹線を利用され、名古屋駅まで向かいました。そこからは在来線に乗り、13時頃、近鉄鳥羽駅に到着され、そしてお車で伊勢神宮に向かわれたのです。愛子さまは御所を出られる際に白いコートをお召しでしたが、近鉄鳥羽駅ご到着時にはわざわざコートを脱がれて降車されていました。この日は少し肌寒かったのですが、愛子さまは電車から降車されたところで待っている人たちのためにわざわざコートを脱がれたのです。愛子さまは白で統一されたお召し物とバッグ、手袋を身にまとっており、これらが愛子さまの神聖さを際立たせていました。そんな愛子さまを歓迎し、一目でも見ようと、駅にも伊勢神宮にも多くの人が集まっていたのです。そして愛子さまは伊勢神宮にご到着されました。この日は朝から雨が降っていましたが、愛子さまが伊勢神宮にご到着されたのと同時に雨が止んだのです。まさにご参拝を予見していたかのような天気ですね。そして愛子さまは伊勢神宮をご参拝されます。ご参拝されるお姿は何とも神々しく美しいものだったのです。そしてそのお姿からは、皇后陛下がご結婚の報告のために初めて伊勢神宮をご参拝になられた時のご様子を彷彿とさせました。ちなみに皆さんは伊勢神宮に祀られているアマテラスオオミカミについてご存知でしょうか。皇室研究者である高森氏によると、アマテラスオオミカミは皇室の祖先神であるとされています。そしてこのアマテラスオオミカミの性別は女性であると言われているのです。日本神話の最高神であり、皇室の祖先神が女性というのは、男尊女卑や女性差別的な価値観などとかなりかけ離れたユニークな事実だと思います。と語っていました。皇室の祖先神が女性であるのならば、女性天皇が誕生しても良いのでは？と考える人も多いのではないでしょうか。そして、初の女性天皇誕生として期待されている愛子さまですが、愛子さまがアマテラスをお御神に歓迎されていると話題になっています。それは愛子さまが内宮の正宮の鳥居をくぐられた瞬間に起こりました。ちなみに内宮にはもちろんアマテラスオオミカミが祀られていますが、外宮には豊受のオオミカミを祀っています。この豊受のオオミカミは衣食住や産業の守り神として崇敬されているそうです。そしてこの神が祀られている外宮は豊受大神宮と呼ばれており、伊勢市の中心部高倉山の麓に鎮座しています。この豊受のオオミカミは今から約1500年前、内宮の御鎮座から約500年後の時にアマテラスオオミカミのお食事を司るための神として
丹波の国から現在の地にお迎えされました。以来、下空を垣内の東北に位置する三毛殿では、朝というの2回、天照大神をはじめとした愛との神、及び別宮の神々に食事を備える、秘別朝夕大神家祭りが行われています。一方で内宮は、正宮高大神宮と呼ばれており、前述の通り、天照大神を祀っています。今から約2000年前、皇位の印として受け継がれる、三種の神器の一つである、八田の鏡を御神体として、伊勢の地にお祭りしました。そして、国家の守護神として崇める、伊勢信仰は、平安末期より、全国に広がっていき、現在でも、全国の神社の本州として、崇敬されています。愛子さまが、天照大神に歓迎されていると話題になった出来事は、この、天照大神が祀られている内宮で起こりました。愛子さまが、内宮の正宮の鳥居をくぐられた瞬間、これまでどんよりとしていた空が青空になり、空から日の光が差したのです。それは、天照大神が、愛子さまを歓迎しているかのようでした。愛子さまが間違いなく、選ばれし巫女であることが伺えますね。そして、この衝撃的な光景は、瞬く間に、日本国内だけでなく、世界中に広がっていきました。世界中では、まるで、天照大神が、次の天皇は、愛子様にと後押ししているようだ。素晴らしいお人柄の愛子様だからこそ、天照大神は、歓迎したんだね。この光景を見た瞬間鳥肌が立ったよ。愛子様は、聖なる存在だね。愛子様が、とても神々しく見えた。といった声が上がっていました。そして、世界中では、この光景以外にも、愛子様が、日本赤十字社に勤務する決意をした理由に、称賛の声が多く上がっていたのです。今回、愛子様がお一人で伊勢神宮を参拝されたのは、学習院大学の卒業と、4月1日から、日本赤十字社に勤務することを報告するためでした。実は、愛子様の進路については、以前からかなり注目されており、皇室に詳しい関係者の中では、愛子さまは大学院に進学し、その後に海外に留学されるのではないかと言われていたそうです。しかし、愛子さまが日本赤十字社に嘱託職員として内定したことが発表され、日本国民だけでなく、世界中の人々が驚愕しました。多くの人々は、日本の古典文学の知識が豊富な愛子さまは、大学を卒業しても、学問の道に進まれるのだろうと思っていましたが、多くの人々の憶測とは、反対に就職という道を選ばれ、積極的にご公務を行うことになったのです。そして愛子さまは、日本赤十字社への就職を発表された際、日頃から関心を寄せている、日赤の仕事に携われることを嬉しく思うのと同時に、身の引き締まる思いがいたします。これからも、様々な学びを続け、一社会人としての自覚を持ちながら、仕事に励みたいと思っております。そして、少しでも人々や社会のお役に立つことができればと考えております。とおっしゃっていました。愛子様は、学問を極めるよりも、早く社会貢献したいというお気持ちが強いそうです。そして、天皇皇后両陛下は、愛子が日本赤十字社の嘱託職員として、受け入れていただくことになったことを、とてもありがたく思っております。この春から、日赤の一員として、仕事に従事することにより、一人でも多くの人々のお役に立てるよう努力を続けるとともに、社会人の一人として、成長していってくれるよう願っています。と、お気持ちを発表されていました。愛子様のお気持ちを尊重されていることが伝わってきますね。そして、天皇皇后両陛下は、愛子様を温かく見守っていることでしょう。2023年5月、天皇皇后両陛下と愛子様は、日本赤十字社の社長と副社長を御所に招待し、全国赤十字大会と1年間の活動についての説明を聞いていました。同年10月には、天皇皇后両陛下と愛子様が日赤本社を訪問され、殉職した救護員の慰霊碑に、百合の花束を手向け、関東大震災100年記念の御媚び神古きを訪ね明日に備える。という企画展をご覧になられています。また愛子様は、学習院中等科1年の時に、看護師の愛子という短編小説を書かれているのです。
この看護師の愛子という小説の内容は、主人公の愛子が海に浮かんだ診療所で、カモメやペンギンなどの海の生き物の看護をするというものでした。この小説を通して、傷を負って苦しむ命を救いたいという、愛子様の強い願いを感じ取ることができますね。そして、この願いは、日本赤十字社への就職により、成就することとなりました。ちなみに、天皇皇后両陛下は、お二人とも、海外留学のご経験があり、愛子様は、幼い頃から、ご両親に留学生活での思い出を聞いておられたんだとか。そして、愛子様自身も、英語とスペイン語を習得されており、その言語能力の高さが評価されています。愛子様が留学をされるのではないかと有力視されていた理由がわかりますね。そんな愛子様が留学されるのではないかと噂されていたのが、天皇皇后両陛下も留学されたイギリスのオックスフォード大学でした。オックスフォード大学は日本文化や日本大学の研究も行っており、愛子様にとって良い学習環境だったと言えます。そして愛子様が高校2年の頃、イギリスのイートン校に短期留学した際に、オックスフォード大学を訪問されたことがありました。このようなご経験があったので、留学されるのではと思われていたのです。さらに愛子様は、欽上天皇と同じように、学習院大学文学部を専攻しており、日本の古典文学にも、深い関心を持っていました。そのため、海外留学が適していると考えられていたのです。ご公務を本格的に行う前に留学された皇族は多く、欽上天皇や文仁親王、佳子さま、小室眞子さんなどがイギリスやカナダなどに留学されています。留学生活中は日本にいる時と違い、一般人とほぼ同じ日常生活を体験できるそうで、欽上天皇も留学中に初めて自炊や洗濯などの家事をしたそうです。また、クレジットカードを初めて使ったという皇族の方もいたんだとか、日本では周囲の人に家事や会計をしてもらえるので、留学生活中に初めて様々な体験をする方が多いようです。そして、皇族の方々が留学を経験されているのは、研究をするためでなく、その国の文化を学び、海外の知見を深めるという重要な意味があります。しかし、就職の道を選ばれると、今後、公務で海外に訪問されることがあっても、長期の留学は難しくなるでしょう。そのような中でも、愛子様は赤十字社への就職を選び、皇室に残ることを決めたのです。そして、様々な経験ができる留学の道を、愛子様が選ばれなかったのは、成年皇族としての自覚と、覚悟があったからではないかと言われています。今の皇室は、成年皇族が少なくなっており、例えば、愛子様が大学院に進学されたり、留学されたとして、その間に、天皇皇后両陛下を支える立場の方や、ご公務を担う皇族の方が少なくなってしまうのです。愛子様は、自分が皇族としての務めを果たさなくてはならないという使命感を持たれたのではないでしょうか。そんな愛子様は、小学生の頃、不登校になるなど、不安定な時期もありましたが、高校生になると、皇族としての自覚を持たれて、素晴らしい成長をされました。そして、成年皇族になった愛子様の言動からは、皇族としての責任が見られるようになったのです。皇族と深い関わりを持つ、日本赤十字社を就職先に選ばれたのは、天皇皇后両陛下に対して、皇族としての重要な役割を果たすという強い意志を表したと言えるでしょう。このような選択が、天皇家の格式を守り、皇室を支えていくことだと思います。そして、この姿勢こそが、皇室が国民から敬愛されている理由の一つではないでしょうか。雅子様が療養している間、愛子様は、欽上天皇が献身的に支えるお姿を、間近で見てきました。そして、雅子様がご公務に復帰し、天皇皇后両陛下が奮闘されるお姿を見てきたのです。このようなご両親の背中を幼少期から見て過ごされたので、天皇皇后両陛下と皇室を支えたいという気持ちをお持ちになったのではないでしょうか。そして愛子様は自分の好きなように生きるのではなく、皇族としての務めを果たすことを優先されました。この選択によって世界中の人々が愛子様に対して敬愛を抱いたのです。
愛子さまが嘱託職員として就職された日本赤十字社は、献血運動や災害、病気、紛争などいろいろな困難と戦う人々へ支援活動を行っています。現在の日本赤十字社の名誉総裁は雅子さまであり、名誉副総裁には紀子さまや佳子さま、百合子さま、信子さま、久子さまが就任されているのです。この皇室との関係は日本赤十字社の創創期から続いています。日本赤十字社は1877年に創立され、当時の名称は博愛社でした。博愛社は西南戦争で負傷した兵の救護などを行っており、その6年後には明治天皇の皇后である昭憲皇太后から寄付が行われたのです。そして1887年、名称を日本赤十字社に変更し、皇室から保護と支援を受け、1888年の福島県磐梯山の噴火をきっかけに、昭憲皇太后の働きで日本赤十字社は戦時だけでなく災害時の救護活動もするようになりました。さらに1891年、皇室より寄付された南利島御領地に日赤中央病院が設立され、その建設資金として皇室から10万円、現在の3億5000万円ほどが寄付されたのです。1912年アメリカで開かれた赤十字国際会議の際にも、救護事業を奨励するため昭憲皇太后から10万円が寄付されています。そして昭憲皇太后からの寄付による資金で昭憲皇太后基金が作られ、毎年ご命日である4月11日には基金の利息が世界の赤十字社に分配されているのです。この昭憲皇太后基金は世界最古の国際人道基金と言われており、現在の基金総額は約23億円になっていて、171の国と地域の血液事業や保健衛生、災害対策などに役立てられています。この他にも三笠宮家の長女である安子さんのご結婚相手だった近衛忠輝氏が日本赤十字社の名誉会長であったり、友人親王の次女である陽子様も日本赤十字社の嘱託職員として6年勤務されました。このようなことから、日本赤十字社は設立当初から皇室に支えられて活動しており、皇室と日本赤十字社は深い関係があることがわかりますね。また宮内庁関係者からは、愛子さまは単なる学生生活の楽しみを追求することなく、日本赤十字社での活動とご公務への専念を選ばれました。これらのことは高い志向の表れと言えるでしょう。天皇皇后両陛下のご長女として、幼少期から今上天皇と雅子さまの模範的なお姿を間近で見てきました。そして今帝王教育を受けられてきた成果が見て取れますという声が上がっていました。愛子さまの深い洞察と献身的なご様子から、愛子さまが皇室の伝統とご公務への責任を十分に理解していることが伝わってきますね。大学卒業後就職をするという決断をされた愛子さまに対し、日本国民の間では次の天皇は愛子さまになってほしいという声が大きくなりました。皇室を支えるために日本赤十字社に就職され、皇室に残る決断をされた愛子さまは、将来天皇になられることを考慮しているのかもしれません。しかし現在の皇室典範では愛子さまは皇位継承できないのです。安定的な皇位継承のため皇室典範改正の議論が巻き起こっており、岸田首相は2022年1月の国会にて天皇の退位などに関する皇室典範特例法案に対する付帯決議案についての報告をしました。そして政府は有識者会議を立ち上げ、何度も議論しています。この有識者会議の報告書の内容とは、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する、旧宮家の男系男子が養子として皇族復帰するというものでした。そして岸田首相は責任ある政権与党として活発な議論を率先して行っていく決意だと述べています。しかし今の国会では裏金事件が中心的な議題になっており、皇室に関する議論は行われていません。そのため皇室の問題については行き詰まっているのです。そして有識者会議の報告書では、女性天皇容認を求める案は出ていないようですが、
国民からは愛子さまが皇位継承をできるように皇室典範改正を求める声が多く上がっています。国民の多くが支持しない皇統に移すのは皇室の崩壊を招くのではないでしょうか。少しでも早く皇室典範の改正に関する議論が行われることを願います。今回ご紹介したことについて海外から多くの声が寄せられているのでその一部をご紹介します。就職をされるのは愛子さまにとっても良いことだと思う。ご公務だけでなくちゃんと組織に属して働くという決断をしたのは素晴らしいことだ。海外留学を選ばずに就職を選んだことはやっぱり皇族としての自覚や皇族としての覚悟の表れなんだね。身が引き締まるよ。他の皇族の方も愛子さまが持っている自覚と覚悟のある行動を見習ってほしいね。皇族としての責任感と社会貢献家の強い意志が愛子さまの選択に大きな影響を与えた。今後愛子さまがご公務と仕事を両立してどんな成長をしてくれるのかとても楽しみだね。愛子さまは皇族としての重要な役割を果たし社会に貢献する道を選ばれてとても感動したよ。昔から社会福祉や被災地支援などに関心を持たれていたようだね。日本赤十字社はまさにぴったりな就職先だと思う。天皇にふさわしい品格とお人柄をお持ちの愛子様、こんなにも素敵な愛子様が初の女性天皇として誕生される日を世界中の人々が心待ちにしているよ、といった愛子様を称賛する声が多く寄せられました。皇族としての自覚を持ち、天皇皇后両陛下を支えたいというお気持ちから、海外留学をせずに、皇室に残ることを選ばれた愛子様、このようなお気持ちをお持ちの愛子様だからこそ、世界中の人々から敬愛されているのではないでしょうか。これからご公務とお仕事を両立していく愛子様の活躍を楽しみにするとともに、愛子様が初の女性天皇として誕生される日を心の底から願っています。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。